これ取り外してますよね、完全に。なんでそこに口があるの。こんにちは、こんばんは、赤がみんです。今日はみんなでお絵描きの森を遊んでいこうと思うんですけれども、いつものメンバープラス1人、絵の上手な方をお呼びしました。ザンマさんっていう、こんな絵やこんな絵を描いてくれる方です。今日は、このいつもやってるリレーお絵描きに絵師さんを含めるとどうなるのかっていうのをやってみたいと思います。まあ、絵師さんとクミさん、絵師さんとバステンさんっていう、その奇跡のコラボが見れるんじゃないかなと。下段は画伯ですね。これ下段画伯ですか。下段画伯。真ん中が神聖の画伯で、両サイドが偽画伯でしょ。偽画伯。いや、クミさんはなんか負けてないらしいよ、ザンマさんに。ああ、なるほど、うん、さっき私と同じ黒使いですねみたいなこと言ってたから。これ楽しみだ。頑張っていきましょう。あーふって笑う、はい。あ、かけた。あ、クミさん回答。おお、これはこれはいけるんじゃないか、ハクがいないから。頑張りましょう。俺からクミさんか、いやー。俺が3番手ね。ソラさんしっかり。はいはいはい。はいはい。あ、うん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 。ソラさんさっきから声聞こえないけど、喋ってる？喋ってる喋ってる。あ、オッケーオッケーオッケー。集中してる。集中してんのね。はい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 。うん、これは、うん。これはもう、これで完璧なのであれば。赤紙クラフトの総力を。あ、そういうことね。はい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 。あ、オッケー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 、もう俺アレンジするから、俺バッチリ。余計なことしない方がいいかな。余計なことすんな。余計なことしない方がいいよ。余計なことしましたよね、これ。してないしてない。いや、でもやばくないこれ。わかるって。トライ用によってはちょっと、これでいいでしょ。まあそういうことですよ。これは、ういうことだ、今、ともちゃんアレンジ聞いたよ。大丈夫、ちゃんと伝わってる。これ、クミさんわかるって。うんうんうん。うんうんうん。ちょっと、怖い、ちょっと怖い。さすが、ちょっと怖い。怖いな。あ、怖いな、怖いな、怖いな。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 怖い。これはね。これ、怖いじゃん。そこに口が違う。そこに口があったらだ。そこに口が。これ取り外してますよね、完全に。なんでそこに口があるの。しかもなんかドヤ顔なのがちょっとうざい。クミさん、なんでドヤ顔で、ドヤ顔で大概で、ごめんなさい。2文字、クミ2文字、2文字、2文字だよ、2文字、クミもうこれは頑張れ、これクミ2文字、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 オッケー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 、バーステンさん。いやー、ちょっと待って、これやばい、バステンさんの絵やばい。これやばいよ。ドヤ顔してる、髪切ってるからね。あれ舐めてる場合じゃないよ。面白い、面白いよこれ。髪舐めた、髪舐めた。なんでやっぱ20秒ってね、プレッシャーっすね。こう考えて描けないから。髪切っちゃってるからね。なんてないからもう。怖い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 。あー、おかしいよ、面白いよ。で、本人ドヤ顔だからよっぽど痛覚耐性あるよこの人。そう、あ、ベル取れちゃったぐらいで。ね、マジックテープかなんかでくっついてんじゃない。マジかよ。あー、面白い。耳大きくなっちゃったぐらいの感じ。いや、面白い。いいよ、でも正解したからね、これはもう仲良くなってきてますよ、うん、赤髪親密度が。大丈夫ですか。一つが深まってますね。メンバーが変わった瞬間正解しましたよ。それでなっていきます。さあ行きましょう。次こそ正解したい。はい、いや、1番はやだ。1番はやだ。1番だ。じゃーん。バーステさん答え多いな。なんでなのに。もう答えるのプレッシャーになってきた、外しすぎて。鳥ちゃんで、俺で、ソーラさん、ザンマさん、クミさんね。うまい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 、これはうまい、分かってほしい、うまい。この俺にしてはちょっと簡素な絵だったな。うまいな、ともさんがちょっとね、ここであの俺の色はもう出さないから。赤ですか。あ、あ、オッケー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 、これあ、もう書かない方がいいな、もう書かない方がいいな、これ書かない方がいいな、これでソーラ先生に伝わるはず。
ソーラ先生わかるよ、さすがにこれ。ソーラ先生はね、わかった、なんだかわかった。オッケー。問題は時間との勝負ない。そうね、ソーラ先生、今15秒あと。しっかりね。はい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 。そうね、そっち書かないとわかんないからね。そうね、そうね、そうね、そうね。いいね、いいね、いいね。で、どれか、で、どれか、どれか。どれだ。そう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 。バッセンさん、これはしっかりドシッと構えてもらっていいわ。これはね、さすがにないわ。これはさすがにいく。うん、さすがに大丈夫。安心した。あー、はい、はい、うまい。はい、もうすでにうまい。もううまい。あはははうまい。なんかもう、ごめん、なんかもう。恥ずかしいわ、もうあの映画をね。どうなってんだろう。確かに恥ずかしくなった。どうなってんだろう。うんまっ。何それ。そしてこのザンマさんの映画どう変わるんだ、クミさんで。さあ、この短い時間であのアングルを思い浮かぶのがすごいわ。慎重に気をつけて、気をつけて、クミさん気をつけて。あと10秒、あと10秒ある。オッケー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 。ちょっと待って。ちょっと待って。え、不安メーター急上昇ですよ、大丈夫ですか、みんなのリアクションで。やばい、やばい。これ先生いける。これクミさん頑張ったよね。これはすごい、クミさんすごい頑張ったと思う。だからクミさんは線がふにゃふにゃふにゃってなっちゃうから、それを直線だと思えばいいんだよ。伸ばして頭の中で伸ばしてね、キュッキュッ伸ばす、伸ばして伸ばして、うん、そ縮れてる、縮れてるのを伸ばして。はぁ、洞窟の入り口どういうこと。はぁ、は嘘だ。あ、歯ブラシか。あ、歯磨き粉か。ハンマーシャーク。タイトル崩壊。運び屋。バステンさんの語彙力がありすぎて回答を見てるだけで面白い。そうですか。一生懸命考えてたんだけど、だってもう洞窟出入り口見えなかったもん。マイクラみたい、横浜かみたいな。そういうことね。いやでも鳥ちゃんはいいパス回してきたよ。いやー、分かりやすくなるべくね、うん、俺とソーラさんでバステン、あ、ザンマさんに答えをしっかり伝えて、ザンマさんがキピッて決めたわけよ、うん、あのアングルは伝よ、すぐ伝よ、このアングルは。でその先生のアングルを先生が真似するとこうなるんだね、うん、歯ブラシの反りが逆だからね。で、洞窟の入り口。見えません、このいや今見たら矢印なんだけど、これ上の岩かみたいな。そういうことね。ザンマさんでもさすがだね、簡素で分かりやすくアングルガラッと変えた。ごめんなさい、クミさん。ばっちゃん。いやいや、バッテンさん悪くないよ。バッテンさん悪くないよ、クミさん。何も悪くない、何も悪くない。くっちゃんだよ、くっちゃん。順番。お、またか。俺4番ね。バッテンさん答え、ザンマさんが、ね、これなんで鳥ちゃんが受けるのね。あ、オッケーオッケーオッケー。待って、でもどれだろう、どれだろう、どれだろう。あ、オッケー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 。鳥ちゃん期待してるよ。ちょっと待って、時間だな、あとは。で、鳥ちゃんがソーラさんにパス。これ鳥ちゃんは答えは来てる多分。やっぱザンマさんの後だと、こう情報量というか、あ、そうか、書きたいことが多くて分かりやすいけどっていう感じね。分かりやすいけど、伝わるんだけど俺には無理。え、いやでもまだまだまだか、まだまだ特徴は残ってる。え、どれどれを。あ、いいよいいよ、多分こういうことだよね。これはナイス修正じゃないか。いいんじゃない、いいんじゃない、うまい。こういうことかな、これで回す。クミか、次クミさん頼むよ。多分ね、今いい感じだわ、これマジ。クミさんしっかりな、うん、色を使ってくれてる先生が。わかるわかるわかる。まだわからん。自信つけさせないと、クミさんに。どっから書き始めた、それちょっと待って、それどっからか、ちょっと待って、待ってちょっと待って、ちょっとなんか一つ特徴が落ちたような気がする。これ特徴ちょっと喪失しましたね。バーステンさん頼む、うん、全部の色合ってる、うん、そう、色だね、色、色は全部合ってる。え、え、そういうこと、そういうこと、もうそのそういうってことか、うん、そういうことよ。3文字です、多分。さじゃないかな、1文字目は。そうですね、さですね、うん、そうですね、うん、
ちょ、さ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 、あれ、多分左下のやつ邪魔してるわ、あれ左下のやつ、あ、わかんなかった、さ、砂漠、あ、最高、正解、最高、正解、正解バーステさん、正解だよ、最後のある意味当たり、ある意味当たり当たり、いや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 、でも言われてみれば今のいきますか、うまっ、ラクダでしょそれ、もうそこでもうラクダってわかる、あ、目の感じが、まあ、言われてみれば、あーなるほど、うまっ、なんか漫画に出てきそうな感じのラクダですもんね、喋りそうだもん、アニあディズニーとかにいそう、こういうラクダ、あ、いそういそういそう来た、伝説の人と街灯人と街灯来た、山田さんに街灯を書いていただきたいガチの書くでしょ、ガチの街灯、ほらもう、あ、もうこれで街灯だもん、ほら街灯だ、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 すげえすげえわ、5秒で街灯できたやっぱすごいなぁ、来た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 、うちの来た、うちのすげえ、夢の共演来た、夢の共演来た、夢の共演来た来た、やばい、もうやばい、それして前回より下手になってるやば、あたしの正解、これ2人は同じもの書いてますからね、同じもの書いてますからね、これはすごいよ何書いてるんだろう、そうか、クミさんの絵から清書するとマスクをかけてよだれを出してる人、あーなるほどね、そういうこと、確かにそう見えるわ、本当だ、うん、それうまいな、それもうまいな、それすらうまいな、うん、